マイケル・ジョン・カイトリーはイングランド・バシルドン出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。1986年にロンドン近郊の町であるバシルドンに生まれる。サッカーを始めた当初は学校に通いながらトッテナム・ホットスパーのアカデミーに属していたが、1年で放出され地元のアマチュアチームであるバシルドン・ユナイテッドでプレー。2003年、才能に目をつけた。 サウスエンドユナイテッドに引き抜かれると2003年5月にフットボールリーグ1にてリーグ戦デビューを飾る。しかしながらフォワードであるにもかかわらず得点を上げられないことから2004年にはファーアンボロへとレンタル放出。結局ここでも得点を上げられずレンタルバック後すぐにチームを追われゴブリーグに属するグレーズアスレティックに拾われることとなる。すると このチームで得点力が開花しチーム在籍時は2試合に1ゴールというペースでゴールを量産。このプレーに注目したウルバーハンプトンがレンタル遺跡の形で獲得、一気に2部リーグであるフットボールリーグチャンピオンシップへとジャンプアップを果たすと、このチームでも5試合の出場ながらも2得点と結果を残して2007年6月に完全遺跡を果たした。 さらに、2008から09シーズンにおいては、チームのリーグ優勝、プレミアリーグへの昇格に大きく貢献をし、シーズンのベストイレブンに選出された。ありがとうございます。